はい、どうもこんにちは、メリッサです。今回なんですけども、イチローセレクションで登場いたしました伊藤智彦選手を使ってリアルタイム対戦のやっていきたいと思います。バティースイチローセレクションということで、本当はですね、イチロー選手をね、一発目の動画にね、持ってきたかったんですが、いや、個人的にですね、この魔改造された伊藤智彦選手、ちょっとね、一発目に使いたいなということで、今回のイチセレはですね、トップバッター、伊藤智彦選手でいきたいと思います。はい。イチローじゃなくて、伊藤智でいきます。はい、ちょっとね、イチロー選手の能力については、また後々話すとして、この伊藤選手、前回の伊藤選手と比べて、もう全然違う、全く別人、もう魔改造されてるんですよ。まずね、表の能力なんですけど、表の能力はそんな変わっておりません。で、変わったのがですね、まず一つ目、球種でございます。元々はですね、4球種だったんですけど、裏に、高速スライダーが追加されたということで、高速スライダー2種になりました。これは珍しいんじゃない？珍しいっていうか、高速スライダー2種って史上初なんじゃない？しかも高速スライダー9S に、変化量マックスということで、もう完璧なスライダーを持ってんのよ。で、しかも変化量の差がしっかりあるんで、まあ、そこもいいポイントかなと思います。で、さらにですよ、特殊能力に超奪三振賞ついております。これすごくないですか？まあ、超奪三振賞は追い込んだら 60% で変化量がプラス2される特徴なんですけど、仮にここにですね、変化量がプラス2されるとすると、高速スライダーの変化量が9になります。ただ今まで高速スライダー変化量9の選手って一人もいないので、ここは非常に試しがいのあるところかなと思います。でですね、今回ですね、この動画を撮るにあたって一つね、面白い企画を思いついたんですよ。いや、皆様もね、ちょっとね、ここね、注目してほしいんですけども、まあ、この伊藤選手、新しく、まあ、超奪三振賞ついたじゃないですか。で、伊藤選手って超奪三振賞持ちで初めての中継ぎ適性を持ってる選手なんですよね。これちょっと個人的に面白いなと思いまして、ツーストライクの場面で中継ぎで出して超奪三振賞発動させたら、これめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうことをちょっと思いついちゃったんですよ。これめちゃくちゃ面白そうじゃない？ツーストライクの場面で変える、そこで高速スライダーマックスとか言ったら絶対打てないと思うんですよね。まあ今回はですね、先発だけじゃなくて中継ぎでも使っていきたいと思います。まあそのためにはですね、レベル70じゃダメだと、 F はね75必要なんで、まあ何をするかというと、トツコーチ使っていきましょう。はい、アイテムのとこにやってまいりました。トツコーチ5枚やります。はい、ちょうど5枚やります。これをですね、どこに使うかと言いますと、伊藤智彦選手に、トツトーチを5枚いきたいと思います。これ勇気いるよ。この中継ぎ奪三振賞伊藤智選手のために、限界突破コーチ5枚つぎ込みたいと思います。いや、これはもう YouTuber しかできないでしょ。これも素晴らしい。いけ素晴らしい企画。いやこれスクショしとこう。素晴らしい企画です。はい。中継ぎでドヤ顔するために、オッケー限界突破、レベル上げして、ちょっとランク戦いきましょう。いや、これちょっとめちゃくちゃ楽しみだな。さあ、1試合目でやっていきたいと思います。はい。1試合目はですね、ちょっと先発の方で、試しにね、投げていきたいと思います。はい。うわ、高速スライダー。うわ、曲がるね。はい。変化量マックスの高速スライダーなんですが、これ完全初見プレイなんで、はい。いや、ナイスナイス。いやー、カーソル合ってないね。で、ちっちゃい方。さ、高速スライダー2種ってさ、史上初なんじゃない？今までいましたっけ？はい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 。あ、でも、あ、奪三振賞出ました。いや、これ早速さ、もう、高速スライダーでかい方行くでしょ。えい、こっからボールになるんじゃない？いや、えぐい、ボール球。ボール球、ちょっとカメラワークキモ。カメラワークキモいな。いや、今のところからボール球になるんだ。やっぱ変化量9ですからね。変化量9の高速スライダー持ってる人も、まあ、いないんじゃないかな。うん、まあ、超大ピンチに高速スライダーマックスだもんね。オッケー、詰まってる。いやー、取れないか。フォークボールもほんとたまに使ってあげるぐらいかな。オッケー、空振り。さあ、ちっちゃい方。まあ、ちっちゃい方正直ね、回転がね、ほぼスライダーな気がする。オッケーオッケー。でも刺さってる。これ回転見てほしいんだけど、これほぼスライダーじゃないね。はい。あー、もうちょっと。いや、もうちょっとね、カットボールに近いような、高速スライダーに近いような回転だったら見極めづらいかな。まあ、今パッと見た感じ、見極めが超難しそうってわけじゃないっすね。うん、まあ、簡単じゃなさそうなんですけど、意外と見極めやすいかも。はい。でもね、まあ、変化量の差がすごいから、そこは結構いいポイントだよね。さあ、2イニング目のやっていきたいと思います。いや、普通にさ、キレと大気を出したが強いのよ。はい。キレが出たということで、じゃあ、高速スライダー、ちょっと、一番端から投げたらどんぐらい曲がるんだろう。えい。あー、でも一番端からでもワンチャン、ストライク入りそうぐらいな感じかな。うん。いや、別皮でね。はい、オッケー、ナイスボール。こっから投げても、こっから投げたら、ちょっとずれたら入るわ。あー、いや、惜しい！
いや結構曲がるな。でちっちゃい方、はい、これがね意外と、あ、まあ振ってくれるけどね3割ぐらいの方だったらまあ振ってくれるわ。でまあストレートが147キロと、まあ、それほど速くないんでね。はい、でこのライン、このラインから投げてみるわ。このラインから投げたら、まあ、ギリボールになるぐらいなんじゃないかな。あー入っちゃうか。いやなかなかやっぱ超奪三振賞出ないな。やっぱこれさ、中継ぎで使うのがベスト説ないね中継ぎで使うのが一番いい説あるぞ。やっぱ奪三振賞出すのむずい先発で。うん、はい、ナイスボ。いや普通に普通に抑えてまった。はい、やっぱあの高速スライダーの変化量ってなかなかプロスピやってて見ないんで、まあ、初見では結構強いかもね。うん、まあでも組み合わせ的にはちっちゃい方がカットボールとかだった方が強いのかな。てか相手ボール球しか投げてこないんだけどね。ほんとにボールしか来ないこれペン離してでも勝てるよ多分。ペン離します。はい、これ絶対ボール来るんで。はい、喋るの大変やねボールばっかだと。ボールばっか来るわ。うん、あのねちっちゃい方が、まあ、カットボールか、あと表がスライダー裏が高速スライダーとかの方が強いかな、ワンチャン今見てる感じね。でも実際さ、あの動画で見るのと自分で打つのって違うからね。これはちょっと声を大にして言いたいわ。動画で見極められても打てなきゃ意味ないから反応してペンを離す、指を離す、そこで初めて打つなんで。はい、オッケーってことで、まあ、とりあえず勝つことができました。2試合目はちょっと、中継ぎ企画やろうよ。ね、中継ぎ奪三振賞。これちょっとね、見たいと思います。さあ、2試合目、中継ぎの方に伊藤友選手を待機させております。はい、追い込んだらすぐ伊藤友さん行くからね。いや、俺もね、生放送中に気づいたんだよ。あれ、奪三振賞ついてんのって、まあ、朗希とか吉野部とか、先発の選手しかついてないよなと思って、中継ぎ適性ある選手につくのは史上初ですね。だから伊藤智人選手史上初2つ持ってんのか。高速スライダー2種と、いや3つだな。高速スライダー2種、高速スライダーの変化量マックス、変化量9、そして中継ぎ適性あるの争奪三振賞。この3つがね、史上初なんですよ。すごい、すごい能力してんな。はい、オッケー、ナイスバッティング。で、皆さん、こっからですよ。この動画の本題は。いや、本題じゃないけど、あの、イチローさんの能力について、ちょっと皆さんにお聞きしたいな。いやまあね、でも、批判的なコメントばっかなっちゃいますよね。いや、俺もちょっとやっぱ残念だなって思いましたもん。ホームランがキャリアハイなのに、弾道が変わらず。これやっぱ、あの、大きいですよね。うん、もうこれ以上イチローさんだからもうパワーヒーアーチ高弾道になる可能性はもうほとんどなくなったということなんで、かなり悲しい。うん、もうこのまま一生中弾道の可能性ありますからね、イチローさん。まあ、1995年版のイチローさんがもう最弱なんじゃないかって言われてますよね。うん、確かに最弱な気がするわ。ライトも S いかないしね。いや、なかなかしんどい査定を食らってますね。オッケー、ちょっと待って、打ちすぎちゃう。みんな打つんだけど。まあ、個人的にはですね、95年の査定なので、まあ、アメリカで言われてた、エリア51を外して、なんか違う新しい能力、まあ、それがアベレージヒッターを変えてほしかった、と思うんですけど、どうですかね。まあ、エリア51って、あの、メジャーリーグ時代に付けられた名称ですので、うん、そこ変えてもよかったんじゃないかなと思いますけどね。オッケー。さあ、5点取りました。さあ、こっから中継ぎ伊藤友選手登場よ。ちょっと際どいとこ、はい。当てないで、振らないで。オッケー、ナイスボール。ナイス、オッケーオッケー、今2球で追い込んだ、いきます。あ、ダメだ、先頭バッター変えらんないわ。打者1人と対戦しなきゃいけないんで、ここはダメだ。ここは普通にやろう。せっかく追い込んだのにせっかく追い込んだのにな。そうだ、そのルール忘れてたわ。先頭バッター変えらんないやん。うわ、オッケーオッケーオッケー。さあ、ここのバッターを追い込む。いいとこ行ってくれ、いいとこ。オッケー、さあ、ここ変えます。相手振ってこないの助かる。さあ、伊藤友選手、中継ぎ適正 F ありますから。はい。なんか、超奪三振賞が、いや、出ねえか中継ぎ選手についてるのがちょっと違和感だけどね。うん、超奪三振賞って感じしないよね、中継ぎで出てきたら。すごい違和感がある。オッケー、ちっちゃい方。素晴らしい。ちょっとこう変えよっかな。あの F なんでこれ体力ないと思うんだよね。うん。3試合目のために体力取っておきたい。OK。エアーファールか。さあ、ここの高速スライダー振るんじゃない？こっからボールになると思うんで。セイ。振れ。OK。さあ、省エネ。3試合目行きましょう。ちょっと、いや、見たいんだよな、その超奪三振ショー。
さあラスト3試合目でやっていきたいと思います。ただいまの時刻がね7時ということで、ちょっとこれラストチャンスだこれラストチャンスだな。やっぱ動画ちょっとね今日中に出したいんで、はい、ちょっとこれがラストチャンスになるかも。いや中継ぎ、中継ぎ伊藤智さん絶対画期的なアイディアだと思うんだけど、ファールファール、いやー普通に抑えちゃう、普通に抑えるし普通に打たせる、一回も追い込めなかったわ。もうちょっともう企画倒れですさえ5割の人追い込めないんで、ちょっと5割の人に、伊藤智さんが通用するのか、はい、そういう動画にしたいと思いますさえ急遽企画変更、いや画期的だと思ったんだけどな。 OKOKOK カーソル全然合ってない。今ちっちゃい方なんですけども絶対根っこに当たったっしょ。いや追い込むの無理じゃない、だって相手こんだけ積極的に振ってくるからさ。さあ相手もね伊藤智さん初見だと思うんで、はい、高速スライダー2種類攻めていきたいと思います。はい、ナイスボール。いやこれ結構曲がるぞ、やっぱ初見殺しではあると思うわ。はい、ナイスボールで長打三振賞が出て、まあ、とりあえず変化量4のちっちゃい方を見せるわ。はい、あでも結構似てるかな回転、うん、何とも言えない。さあこっからどんぐらい曲がるのか、えぐい取れる、いやえぐいいやこれ強いな普通に。いやーさてフォークボール、余計なもの投げた、うん、余計なもの投げてもうた。オッケー、田村さんをしっかり削っていく。まあ、F だからねそんなに体力ないっすよね。はい、変化量2の高速スライダーがね想像以上にちっちゃい。オッケー、ボールの振らしていく。いや強い、普通に通用してるわ西曽ライダー。いや普通に強いかもな下手したら。まあ、伊藤智さんの中継ぎ長奪三振賞企画はまた今度やろう。はい、とりあえず動画作ってくるわ。はい、ご視聴ありがとうございました。うん、普通に負けました。はい。